えー、こんばんはー。えーと、ちょっと少し早め、1分、1分しか早くないですけど、<laughs> えーと、早めに、えーと、配信の方を始めたいと思います。えーと、聞こえておりますでしょうか。あ、秋吉さん、こんばんはー。あ、かおるさん、こんばんはー。あ、拍手、パチ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 ですね。 はい、あにゃんンタムさん、お茶ありがとうございます。はーい。あそうですね、ちょっとね、えー、1分ぐらい早くライブボタン押しちゃったんで。あたきさん、こんばんはー。具合どうですかねー。はーい。うーん、あはい。 えーと今日はですね、あのーうん、ちょっと私もこう前からね、この話はちょっと取り上げたいなと思ってまして、あウリエルさん、こんばんは。えーとですね、あのー、まあ、ハセン病のことなんですけれども、えーと、 うん、結構私ですね、あのー、ちょっと特別なちょっと思い出がありましてですね。あ、たきさんが胸苦しいか。あ,あ、平気ということで、まあでも無理はしないでくださいね。はい、うん。ちょっとね、ハンセン病にはちょっと私の中でちょっと特別な思い出が多少あります。うん、というのは、 あのー、これ、大学であんまり触れない分野なんですよね、感染症の中でもね。うん、なぜか。うん。あのー、医学的に見ると、今は簡単に治療ができるので、あのー、感染症って言っても、その、 まあ、ハンセン病に関しては、えーね、実際にね、2010年から新刊出てませんから、あ、渡部さん、こんばんは。はい、うん。あのー、今となってはねうん、まあ、本当にすぐもう飲めば、飲み薬でね、あのすぐに治すことできますんでね、うんまあ、現在では、まあ、そんなに、まあ、教科書では取り上げられているものではないんですよ。うん あ、マグアップさん。ああ、ありがとうございます。ハンセン病ということでね。うん。まあ、えっ、ー、と、そのハンセンじゃないですけどね。えー、カタカナでハンセンさんで。えっ、ー、と、まあ、えー、この病気をですね、えー、見つけられた方のお名前がついて、えー、ハンセン病という名前になってます。あ、カズ先生、こんばんは。はい。あ、ーさん、こんばんは。はい。 <laughs> マイクアップありがとうございます。<laughs> すいません、カズ先生、本当はい。あ、マイクアップの状態じゃないと。あ、そうですね。あのー、少しお座りになって、前屈されの状態の方がいいかと思いますね。はい。たまさんもこんばんは。はい。そうですね。きよしさん、来菌はですね、そうなんです。かなり弱々でして、あのー、まあ、感染力ものすごく弱いです。うん。ただ、あのね、えっ、ー、と、 ウイルスの、こう、何て言うんですかね、感染の形態とか、こう形状とか、えー、そういったものはですね、非常に結核菌に似てます。うん、ただ、結核菌に比べて、ものすごく、えー、もう限りなく、ヘ、えー、なちょこな、えー、菌です、来菌はですね、感染は、感染力は非常に弱いです。うん ま、ただね、あのー、当時、なんで、雷菌がそんなにこう、うん、あのー、発症してきたかっていうと、まあのー、やはり戦前、戦中、戦後ってなってくるんですけれども、あのー、天部さん、ハンセン病新しいの出てきましたね。<laughs> はい。あのー、栄養状態が非常に良くなくて、あのー、通常だったらその、発症しないような病気。 うん、っていうのが結構、えー、出てました。で、えっ、ー、と、ハンセン病に関しては、やはりその雷菌というですね、まあ本当はね、弱くて変なチョコな菌なんですけれども、まあ、あのー、体の中に入った時に、有効な治療法が当時なかったもんですから、あのー、まあ、ね、そういう風な感じで、まあ感染が広がっていったと。 いうことですね。あ、滝さん、熱上がっちゃってたんですよね。あらら。んほんと、お大事にしてくださいね。はーい。うーん。ふふふ。カズ先生、ブラックジャックかと思ってましたって。そんなことはないですよ。も <laughs> うびっくり、ね。<laughs> なんでブラックジャックやんねんって <laughs>。うん。<laughs> そうですね。うん、で、えーと、私、今日も予告のところのリンクにですね、あのーまあ、全国の国立感染症の、えー、医療機関のこう、まあ、これなんか募集のやつだったかな、間違えてちょっと貼っちゃったんですけど、えー、と今、全国に12か所、あ、B さん、こちらありがとうございます。はいえー、と全国に12か所ですね、合ってるような、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。 12、13? あれちょっと待って。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13か。十、う、三、ん、13ですね。失礼しました。1個落としてました。うん、えっ、ー、と、まあ、北は青森のですね、えー、松,松岡保養園からですね、えー、南,南はですね、えー、宮古島の南西園まで、うん、あります。うん で、まあ、13箇所しかないのに、皆さんちょっとなんか不思議だなと思いませんこの配置。うん。これね、まあ、いろいろ当時の時代背景があるんですね。はい、うん。あ、そうですね、たきさんね、早くね、うん。妹さんとお兄さんがね、来てくれると助かりますね。あ、渡辺さん、あ、療養所何回か。 あ訪問されたことあるんですねはい、うん、私もね、結構、あのー、非常に訪問の方させていただいてまして、えっ、ー、とー、今んとこ行ったことないのは、どこだろうあ。あれかな、熊本の、そうですね、熊本の菊池園と、 あと、鹿児島か。うん。鹿児島も行ってないですね。うん。そう、あのー、南西諸島の方は結構行ってます。あの、奄美も行ったし、大き、まあ、な本島の愛楽園も行ったし、宮古の南西も行ったし、うん、そうですね。あのー、西に多いです。で、あのー、ま、あの、一応、まあ、ま、あ 私もアップアップしたんですけれども、実はですね、えー、瀬戸内海の、えーまあ、岡山県ですね、岡山県の長島愛生園と、それから、なんだっけな、これ、読み方忘れちゃった。うん、そう、岡山の2節ですが、そうなんですね。うん、うん、渡部さん、そう、すごいね、いいとこですよね。うん、そう、それと対岸の大島ですよね。 うんまああのー、そこだけで実は3カ所、ほぼ同じところにあるような感じですね。はい。で、うん、あ、そうだ。奥光明園だ。うん、奥だ、うん <laughs> うん。そうですね。オーラの王にね、奥、うん、だから奥光明園だ、うん。そうですね。はい。 うん、で、まあ、あのー、まあ、私も実際行かせていただいて、うん、あ、滝さん、本当に熱下がらないよだったら、すぐ行っちゃった方がいいですよ。無理なさらない方がね。<laughs> うん、はい。うん、うん。そうですね。 おっしゃる通りで、あのーまあ、ちょっとこれからね、話そうと思ってたことにはなるんですけども、当時ですね、その雷予防法というのができまして、<laughs> まあ、あのー、言ってみれば、法律に基づいて、まあ、その来菌に感染した患者の方をですね、まあ、その隔離する政策が取られてたんですよ。はい。うん、あっ、カ先生、そうなんです。はい。 であのーまあ、その中でこう平地に作るよりはもともと隔離できるところに作った方がうん、まあ、理にかなうわけですよ。はいそうなんです。隔離政策は本当にね、卑劣でしたよね。はい <laughs> はいい <laughs> そう、それで、まあ、えっ、ー、と、できてるところが、まあ、沖縄の離島ですね。これ、宮古何千円って言っても、これ、宮古でも、本当にもう市街地から、えらく外れたところにありますし、うん、沖縄本島のね、愛楽園もそうですし、まあ、奄美の、まあ、公園でしたっけ、ここも、町中から結構離れてますね。うん、まあ、たぶんらく、ンセン状の療養所って、町中かから、あの、 えー、陸続きのとこであっても相当離れた場所にあると思うんですね。うんで、まあ、あのー、私がね、まあ、こう、中まで入り込んで、えー、きっちり見せていただいた、まあ,あの、本当にね、本当に意味でよく見せていただいた場所っていうのが、えー、っとですね、 群馬、あのー、県の草津町にあります古流楽泉園と、まあ、それから、あのー、日本で一番大きな療養所になります多摩全省、えー、園、えー、と前前小園ですね、うん、今全省園って言ってるんだね、うん、のちょっとお話を中心にちょっとさせていただくような形にはなるんですけれどもあのー、うんまあ本当にあのちょっと信じられないようなね えー、隔離が行われてまして、えっ、ー、と、こうね、療養所の周りに、こう、溝掘るわけですよ。まあむ、お城みたいなもんですよね。うん。で、こう、うん、まあ、一切逃げらないようにしてしまって、外に出られないようにしてしまう。で、まあ、中に当然、あの、まあ、療養されている方を収容するわけですから、まあ、あの、中に、 病院職員がいるわけですけれども、まあ、その病院職員と、それからまあ患者は完全に交わらないようにしている、うん、あのー、エリアがですね、まあ、もちろん治療のときは入りますけれども、完全に要するにエリアをこう、病院の中でも区分しているっていうのが、これがまあ、えー、これほぼほぼ見に行った説は同じ感じでしたね。あのー、 うんまあ、あのハンセン病資料館っていうところに行っていただくとね、いろいろ資料とか置いてあったりとかするんですけれども、あのーまあ、私ね、結構こう資料とかこういただいてきたりとか、あとまあ、ね、あの年に1回なんですけど、8月にですね、えーまあ、研修医とか、まあ、えーまあ、有志を対象になるんですけども、まああのー 感染症研究所の、まあ、出先が、ねえー、あるんですけれども、あのー、多摩前哨園の横にですね。うんまあ、そこであの研修なんかもやったりしますんで、あので、ーまあ、そこに参加したりとかするとですね、非常にやはり、うん、いろいろまあ深く知ることができます。はいうん で、まああのー、もしよかったら、本当この、えー、国立療養場多摩全省園というところですね、えー、これが東京都の、えー、東村山市というところにあります。<laughs> でえー、とバスでですね、えー、ここは行く場所になるんですけれども、全、あ、省、のーまあ、園、 まあ前哨園に行くって、こう、えー、検索とかしていただくと、まあ、近くの駅から、いろんなとこに、こう、バス、いろんなところからバス出てたりとかしますしね、まあ、お近くの方は車で行っていただいてもいいですし、あの、今はね、中は、こう、近所の方が、こう、マラソンで通過したりとか、あの、まあ、こう、 グリーンオアシスのような感じであの解放され、もちろん入っちゃいけないとこもありますよ。うん、ただ、あのー、もう外との,その塀とかは、ね、なくてあの、普通に隔てられてますので、なくてですね、普通にこうマラソンコースとか、まあ、されてます。うん、で、あのー、やっぱり行ってほしいのは、まあ、その中の敷地もそうなんですけれども、あのー、資料館ですよね、その多摩前哨園の横にあります。 えっと、正式名称のって言ったっけなまあ、国立ハンセン病資料館なんですけど、確か高松の宮さんが作られてるので、確かその頭に継承がつくんじゃなかったかなうん、高松の宮殿下が確か作られてるんですよね。うん。そうですね。はい。うん。なんでね、あのー、 もう本当にね、一度こう足を運んでいただきたい場所。うん、うん。で、こういろいろこう、あ、そうですね。高松の宮記念ですね。はーい。うーん。まあ、高松の宮殿下がですね、まあ、えっ、ー、とまあ、これは残すべきだなということで、えー、ね、だいぶ功労していただいている記念館ですんでね。はーい。んー 非常にあの、展示とか分かりやすいですよ。うん。あのー、まあ、ちょっとね、まあ、あのー、リアル感が非常にありますから、うーん、まあ見方によってはリアル。うん、だけども、その、そういうことがあったことを知るっていう意味では非常にいい資料感だと私は思いますね。うん あの正直言って、あのー、私もその、えーまあ、存在をですね、あまりこう、まあ、もちろん知ってますよ、ハンセン病は知ってましたけれども、えー、とそこまでですね、まああのー、深く知りませんでして、まああのー、昔ですね、全、ま、省、あえー、園で、えー、働いてた方とですね、ちょっとあのー、うん。 <laughs> はいあ。あ、はいはい。あ、そう。あ、チャージャーさん。はい。大丈夫ですよ。はい。うん。あ、はい。太樹さんも潜ってください。はい。うん。あのー、えっと、あれですね。あのー、本当に、一度本当にね、この、まあ、私のきっかけになったのは、まあ、あのー、まあ、当時、 一応ですね、まあ、お付き合いさせていただいてた方が、実はここの看護師さんだったんですね。うん、で、まあ、そんなのもあって、まあ、中のことをこう、ちょっとよく知り、うんで、まあ、いろいろこう、私もまあね、それなりにこう、一つのことをガーッと詳しく調べていく方なので、私は嫌なんですよね、こう、一つのことにこう、 深く深くどこまでも調べていくタイプなんですよ。自分が納得するまで。うん、なので、まあ、あのー、まあ、そんな感じでどん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 ね、まあ調べていって、あ、これはこの後世に残していかなきゃいけないことだなというふうにちょっと思いましてね。うん、まあちょっと、まあいろいろ私もね、機会を見ては公演とかでちょっとチロッと入れて、入れてます。 うん、ただね、まあ、ちょろっとで語れるようなことではないんですけれどね。うん、まあ、ただ言わないよりは言った方がいいというふうがあって、まあ、あのー、これずっとあのー、まあ、総理大臣で言うと小泉さん。うん。あのー、菅直人さんが厚労大臣の時にこれ和解してるんですけれども、ってことは、ま、平成までやってたわけですよ。ずっと。あのー、要するに、あのー、 訴訟的なことをね、まあ、人権弾圧され,ましされたよっていう訴訟をね、これ平成までずっとやってたんで、うん、それまでずっと国はね、まあ、問題ねえ、問題ねえってずっと言ってたわけですけども。うんまあ、ただね、あのー、一番最初の初期ですよね。うん、初期の段階としてはいざ仕方なかったのかなと。 要するに、戦前の時点ではね。うん。なで、有効な治療法もないし、まあ、言ってみれば、その、どういう病態だかも、まず最初は分からなかった。まあ、この状態で隔離をするのは仕方ないなと思うんですけど、実はこれ、結構早い段階で、あの、そんなに感染力は強くないし、あと、えっ、ー、と、これ、戦後すぐかな。えっ、ー、と、まあ、もう有効な治療薬ができてるんですよね。うーん。 にもかかわらず、隔離が続いてしまった。法律の改正が、えー、なかなかなされなかった。っていうのが、このハンセン病の非常にですね、問題なところなんです。うん、で、あのーまあ、医学的な見地で言うと、まあ、あのーまあ、雷菌というものが体に侵入しまして、この雷菌というのはですね、まあ、あのー、簡単に言ってしまうと、体の抹消、まあ、ですよね。 末梢、うん、に、えー、蓄積していくんですよ。うん、ですから、当然、皮膚とかね、そういうところに行くわけですよ。で、えー、当時、有効な治療法がないわけですから、えー、皮膚がただれていったりとか、まあ、ずっとこう行き過ぎてしまうと、こうね、例えばこう顔が、顔についているこう鼻とかですね、がこう落ちてしまったりとかね。 えー、耳がこう落ちてしまったりとかまあそういうような病態になっていくものだったんですね、うん、ところがやっぱり当時の、ね、医者はねそれなりに頑張ってまして一応そういったものをですねしっかりこう、あのー、再生しようと、うん、頑張ったんですよ、うんあのー、再生術というかですね、うんあのーまあ、一生懸命要するに分からないようにしようと、うん、いうふうに 頑張ってですね、あのー、当時の医者は結構それなりに頑張ってました。うん、ですから、あのーうん、なんていうのかな、結構そういったその、まあ、再生する、まあ、医学ですよね。例えばだから今の皮膚科の領域であるとか、それから今の,その形成結科の領域であるとか、まあ、そういったものの本当の まあ、当時は雑ですよ今みたいにそんな美しいものではないですけれども非常にそういったその最初のこう元の姿っていうのをねこう作り上げてったっていう部分では、まあ、医学的な部分から見てねあのそんなに無駄なことではなかったしただまあね、まあ、そのたくさんの方がやはりなお亡くなりになってますから、まあ、あの本当にね まあ本当に非常にこう気の毒な話ですし、あのまあ、有効な治療法がね、なかったときは本当に仕方ないなと思うんですよ。うん、ただ、あの有効な治療法が出てきてからもね、要はその、まあ、隔離されてしまっていたりとかね、うん、そういう人権がなかったりとか、えー、その療養所の中に隔離されて、まあ、もう一切外に出られず、 療養所の中だけで、えー、使える、まあ、お金を渡されて、療養所の中だけで、えー、生活していたと。うん、であの、子供を作ることも許されていなかったと。そういうような状況のところが療養所ですよね。うん、で、まあ、抜け出そうとすると、まあ、ね、まあ、拷問とか、監獄とかに入れられたりとか、まあ、そういう感じの。 場所で,したはい、で、まあ、あのー、まあ、そういうのがですね、まあ、内面的な背景なんですけども、えっ、ー、と、ちょっとまあ、私がちょっとこのね、ハンセン病の療養所のことをちょっと語るので、うん、まあ、そんな感じでしたよ、チャージャーさん。うん、本当に自動的に無期懲役とかって、まあまあ、本当そんな感じですよ。あの、実際にもう、実態は、監獄ですね。 うん、療養所というならね、うん、遺体の処理とかもね、あのーまあその療養、療養所の病院の職員ではなくて、えー、療養所の入居者の方がやられてた,たようですから、えっ、ー、とね、まあ、ちょっと人権的にはかなり。 ななのかなとで、その治療薬が登場するまでは、えー、ご遺体はもうすべて解剖でしたし、渡部さんがおっしゃる通りに、裁判もですね、まともに受けられなくて、裁判所ではなくてですね、あのー、その療養所の施設の中にこう、本当にもうやっつけのような仮の裁判所を作りましてね、うん、でもう、本当にもうまともな判断をしてもらえない判決を受けて、 というような状況が、もうずっと続いてました。うんだからもう、本当に、まあ、なんていうんですかね、この、まあ、来感染、来病感染の、まあ、法律ですよね。まあ、これが非常にネックになっていて、まあ、これがなくなる、なくなって、えー、さらに、 まああれですよね、国が賠償を認めるまでの間ってものすごい長い年月で、はい。で、えー、その後ですね、やはり今もう、はっきり言っても、おじいちゃん、おばあちゃんばっかりなんですよ、施設の中ってね。うん。で、かといってこういったことを後世に残していかなければいけないですし、で、きちんとこうね、あのー、 残すものを残していかないと。うーん。はい。渡部さんおっしゃる通りです。教育は受けられず、妊娠したら完全に妊娠中絶で,ですね。はい。うん。あ、そうですね。かズ先生。かつてのヨーロッパの精神病院の発症の、そうなんですよ。あのー、真似たのはそこなんですよね。うーん。ただ、勝先生ね。このハンセン病のちょっと違うところは、 あのー、あれですえー、あそうですね渡辺さんおっしゃる通りですうんあの勝先生ねこれ違うところは最終的には欧米の医者が来てあのー、いろいろ救済してくれたんですよ日本のそのまあ雷病に関する、まあ、ハンセン病に関するその人権に関することとかいろいろ頑張ってくれたのって ヨーロッパの、まあ、医者とか、まあ、そういった人権活動家の方がですね、一生懸命こう、えー、頑張ってくれたっていう歴史があります。はい。うん。そうですね。滝さん大丈夫ですか胸とか背中まで痛くなってきたって。うん、だいぶこう、あれですよ。う本、ん、当、あの、いつも言いますけど、楽な格好でね。 いてくださいね。はい。うん。まあ、あの、本当に、あの、もう、こう、ハンセン病の歴史っていうのは、もう、非常に、こう、まあ、ね、人権的には、もう。もう、目も当てられないというか、えー。今じゃ考えられないものではあるんですけども。まあ。ね、ひまあ、あの。うん。本当にもう、内容ひどかったんですよ。うーん。 もう妊娠したらその、まあ、今、渡部さん書いていただいてますけど、妊娠したら、強制中絶されて、胎児はね、標本にされたりとかね、うん、亡くなった方はね、まあ、漏れなく全員解剖されるわけですよ。あっ、加先生、お茶箱ありがとうございます。すごいな、お茶箱100って。<laughs> うんまあ、そういうことがね、まあ、全国の、えー、このさんの療養所で行われてました。うん でまあ、今はね、まあ、さっきも冒頭に言いましたけれども、もともと感染力が弱いですし、今は飲み薬で普通に治ります。でえー、2010年以降、新刊は出ておりません。はい、えっ、ー、とですね、チャージャーさんね、えー、と今でも収容されているというか、正確に言うと、外に出て生活することがもうできないんですよ。高齢すぎて。身寄りもないですし。うん、なので、まあ、言ってみればもう生涯国が面倒を見るよということで、 はいあのー、一応その療養所に残りたい方は療養所に残りでもう完全にもう国が手厚く面倒を見るということで療養所を残してます、うん、ただえっ、ー、とねまあそうは言っても、うん、あ渡部さんおっしゃる通りで今は自由ですね完全にはいそうなんですけどそうは言ってもうん。 うん、そうですね。もしかかったらどうなるのかと。いやいや、今はもう大丈夫。すぐ飲み薬で治るようになってますよ。うん、はい。で、えー、あ、いやいや、チャージャーさん,、うん。そんなことはないですよ。やっぱそういうね、心配するのは当然だと思います。はい。で、あのー、うん。そう。あのー、今は、なぜその療養所を残しているかというと、 ああそうですね。収容が長すぎましたよね。おっしゃる通りです。渡部さんの。はい。時間が長すぎて、もう平均年齢が今、だいたいもう90近いんですよ。うん。ですから、あの当然もう平均がそのぐらいまで来てるってことは、あもう亡くなってる方が非常に多いんですね。うん。で、あの、かつ、 まあ生きておられても身寄りがいないとか、もう、あのー、家族が、まあ、会いたがらないとか、あげく家族どこにいるか分かんないとか、そういうことまで起きちゃってますから、あのー、基本的には、まあ、入居者の方はどんどん減ってますけれども、うん、まあ、一番多い、 本当ですよね、渡辺さんね。昭和のうちに和解してほしかったですよね。今一番多分ね、あの、入居者が多いのが、あの、東村山の先ほど申し上げた多分全哨園だと思うんですね。うん。あ後のところは、こう、ポツポツでもうほとんど2桁。うん。 あののー、入居者の方2桁なんですね、うん、ただ、あのー、ほとんどのところが、まだその、まあ、建物は取り壊してますけれども、あのー、広い敷地の中にっていう感じで、まあ、暮らされてますし、まあ、あと、まあ、先ほども申し上げましたけど、こう、決して、街中とのアクセスがいい場所じゃないんですよね。うん。まあ、これがちょっと、ハンセン病のね、療養所の問題点で、あ多分これ、パッ ちょっと見たところね、アクセスいいとこないですね。<laughs> 全くないですね。あの、その東村山の国立多摩全哨園に関しても、うん、あのー、結構駅から遠いです。どこに駅から行っても遠いですね。はい。うん、あ、明日エペリルフルネタとして観戦したとツイートしよう。 うんその性格精神科やめましょう、これは、まあ、あのネタになりませんからね。うんえっ、ー、とまあうんハンセン病の、ねまあ、病態っていうのはそういう感じなんです。非常に弱い、ね、病原菌が入ってきて、まあこうね、傷みたいにただれたりとかそういう風になったものが治らなくてっていうのが始まりますね。始まりなんです。で実はこの病気世界中で あ、いえいえ、チャイジャーさん、そんな。謝罪なんて大丈夫ですよ。うんあのー、世界中で、やはりこの病気はですね、あの出てました、うん。世界中で発生してました。うん、で世界中で、まあね、 うん、発生してたんで、当然海外の方が治療法の確率は早かったんですね、うん。ただ、まあ当時はね、本当にひどい言われ方をしてまして、まあその、まあ言ってみれば天罰だとか、まあ悪魔がね、取り憑いたとか、非常にそういうね、ひどい扱いをされてました。うん、これは本当にね、 えー、まあちょっと、もう、あれですよね、傷口に塩を塗るようなものですよね。うん、まあ本当にもうこう,もう、あもう、もうなんていうのかな、もうただもう、もうね、体拘束されてるだけじゃなくて、もう心的にももうずたずたになるような感じの、えー、扱いを受けていたという感じです。 本当にね、今でこそね、そういうふうにあの先ほどね、えー、和解しまして、まあ、こう人権も回復して、普通にこう接することができますし、まあ、それは多摩全勝炎に関してもね、本当、まあ、普通に近所の方がねこうマラソンコースにされてたりとかするぐらいですから、まああのー、非常にね、こういい、あのー、状況にはなってるんですけども。うん そうなんですよね、渡辺さんね。感染症にかかりイコールね。そうなんですよ。うん、あ、瀧さん、呼吸楽な姿勢になっても痛みが楽ならねな、あらら、受診された方がいいんじゃないですかね。大丈夫ですか、本当に。うん、まあ、あの病院行かれた方がいいかなとは思いますよ。うん、はい、うん、で、あのー、そのね、 もうハンセン症に関して今でもね、こう結構こう、あのー、偏見とかがあるんで、ちょっと私がね、それはね、ちょっと耐えられないなと思ってまして、こうちょっとハンセン病ってそういう病気じゃないよっていうのをね、やっぱりこうみんなに知ってもらいたいんで、 まあ、あのぜひあの、ねえー、資料館の方にも足運んでほしいですしインターネットとかもですね、あのーまあ、いっぱい出てますからそういうのをきちんと見ていただいて、まあ、YouTube もね、えー、さっきちょっと私あの参考資料で YouTube 見てましたけれども、あのー、非常にこう、ね、きちんと歴史とかもこう出てますからねはい、あのー、そういうのを見ていただけると まあ、分かかりやすすいいなと思います、うん病,まあ、病態的には本当にね、えーまあ、ちょっと悲惨なことになってたりとか、あの治ってもちょっと副作用で今、ね、こう苦しまれてる方とか、あのちょっとまあ、要は薬の投与が遅すぎたんですよね。うん、そういう時代がありました。はい そうですね、たくさん、救急隊の出番かもしれないですね。うん、本当に。本当、救急車呼んだ方がいいですよ。鍵開けてくださいね。はい。うんあのー、そんなところですね。うーん。まあ、私は今、手元にこう、これ。 えっと、ぜまあ、当時はね、全省院じゃなくて、当時は全生病院って言われてたんですけど、えっ、ー、と、オッツサラダ20世紀前半の療養所っていう、これあの、資料館で、えー、あれこれ配ってんのかな多分いただいたものだと思います。はい。あの、これをちょっと。 あの手元に置いて話をさせていただいてるんですけれども、たキさん、ダメよ。救急車乗りたくないとか言ってちゃう。つ、うん、いときは救急車乗ってください。サイレンはね、ちゃんと消してくれますからね。言えばね。はい。つ、うん、いときは無理しちゃダメですよ。はい、うん。そうですね。はい。 うんうん、戦時中に聞くかどうかも分からない。あそうです。はい。うん、そうなんですよ。油をですねうん、そうそう、高いものをね、こう買わされてね、うんそう、台湾から個人輸入してとかね、うんありましたね、うん。でね、実は私がなんで、このハンセン病に対して特別な思いを持っているかというと、 私が大好きな温泉地で草津っていう場所があるんですね。うん、で実はなんとその草津って群馬ではありますけどとってもとってもやってもとっても山の中なんですよ。うん本当関東の北海道って言われるぐらいの、ね、気候なんですよ。寒くてですね冬は雪がいっぱい降りますスキー場の雪もパウダースノーでいいね、質なんです。うん、ところが、えー、とそこにですね えー、国立療養所、栗龍落成園というのがあります。うん、まあ、あのー、そうです。渡部さんおっしゃる通りで、草津監獄と言われてたようなとこですよね。うん、で、実はその落成園が、えっ、ー、と、できる前、あのー、もともとハンセン病になった人たちが、えー、草津にですね、 あの当時にたくさん来てたんですよ。うんえー、まあ草津の湯がハンセン病に効くっていうことで非常にたくさん来てました。うん、で、えー、とその時ですねあ、えー、ったのが五、えー、座の湯という今はですね、あのーえー、観光施設になってまして同じ名前の、えー、湯があるんですけれども。 当時、五座の湯という湯がありまして、えっ、ー、と、今のですね、場所で言うと、えっ、ー、と、まあ、今の五座の湯が、まあ、ある場所よりちょっと手前ですかね。に、う、あ、ん、ったんですよ。で、まあ、そこでですね、あの、たきさん、ダメですよ <laughs>。そういう理由はダメです。乗ってくださいね。ちゃんと必要なときはね。はい。うん、で、あのー、 だろうそ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 う草津勧告ね、うん。あの五座の湯っていうまあ普通の公衆浴場があったわけですよ。うん、で、えー、とその五座の湯っていう草津の湯が表の入り口は、まあ、一般のお客さんが入るわけですね。で後ろの入り口っていうのがあってそこからハンセン病の湯治、えー、で来られている方が入ってくると。 で、そのハンセン病の当時で来られている方たちの方が圧倒的に多いんですよね。うん。そう。で、まあ、非常に草津にそういう形で、そのハンセン病の方々が当時で訪れてたっていう歴史があって、あの、草津って場所と、もうハンセン病ってものは、あのー、公にはね、あんまり出てこないんですけれども、 あのー、非常に切り離せない場所です。はい。渡辺さんおっしゃる通りで本当悲しいレシピですよね。うん。まあ、私は草津温泉大好きなんですけれども、まあちょっとその話をね、えー、知った時はね、ちょっと非常に心中複雑でした。うん。はい。カズ先生。 そうです草津はですね、異音が高いんです、うん、あの特にその誤座の湯があった辺たりの、えー、白旗源泉であるとか、えー、それから湯畑源泉もそうなんですけれども、あのー、平波がそんなに高くないのに、気温は高いんですよ、50度。だから、暑いんですよね。 それで多分聞くっていうふうにまあ勘違いをされてというかそういうのもあって非常に繁盛したのではないかと、うん、私はあの考えますねはい、うん、で結局そういう子にこうたくさんまあ、えー、当時に来られるもんですからえー、まあじゃあということで名目上ですよじゃあということで作られたのがクリュウエンですうん ただ実際、クリュウ園はですね、えー、クリューの落泉園は草津の温泉地からものすごく山奥にあります。はい。うん、ものすごく山奥にあって、こんなとこ温泉出るんかいなっていうようなところにあります。はい。あ、そうですね。うん 田、あのー、畑の目の前にありますね、五座の湯は。うん、ただ、あ,のあれは五座の湯っていうのはあれ復元したものなので、昔のものとは全く違いまして、うんあのー、もうちょっと手前、今の白旗との間にぐらいにあったんじゃないですかね、場所で言うと。うん、滝さん、熱がなければまだ楽なのに、平熱近い、39度近くあるしあ、平熱低いのに、ああ、行きましょうよ、もう。うん 一回ちょっと病院行った方がいいかもしれないですね。あのー、ちゃんとこう、まあ普通にね、熱が下がってそれで安心できるならばいいですし、熱が上がってる理由がなんか他にあったりとかしたらこれね、よろしくないんで、はい。うん、救急車でも行かれた方がいいんじゃないかなと私は思います。はい。 そうあのー、まあハンセン病に関して非常にこの私が深い思いを持ってるのはこの草津温泉って場所が私にとって非常にこう特別な場所だからというのがありましてで本当草津というものをですねこう深く知れば知るほどそのハンセン病っていうものに対してあの非常に避けられない、うん、私のそういう思いがありまして、まあ、これはこう伝えていかなきゃいけないなという非常に気持ちになったんですねうんあのー 唯一ですね、まああのー、私の出身、北海道にはないんですよ、ハンセン病の療養所がね。うん、まあ、あのー、まあなんでないのかなって言ったら、まあ、まあ北海道にはもっとひどいものがありましたからっていうのが正しいとこなんですけど、まあこれはまあちょっとあのー、えっ、ー、とね、 あまあ、ちょっと他の枠で触れましょう。ちょっと医療とは全く関係ないところになっちゃうんですけど、うんあのー、いろいろあります。権限代史の中でね、北海道がですね、まあ、そういうものがなかった理由。網走、まあ、刑務所の話なんかね、あの知られてると、まあ、なんとなくピンとくるんじゃないかなとは思うんですけど、開拓史と開拓史の中には非常に裏に黒い部分がたくさんあるんですね。はいうーん まあ、そういうのとかですね。うーん。まあ、ちょっと話戻りますけど、まあ、そう本当にこのハンセン病に関しては、まあ、病態は、まあ、そういう、まあ、最初の時点では治すことはできなかった。まあ、途中から戦後すぐ、すぐいい薬が出てきて、まあ、ほぼ特効薬ですよね、が出てきたにもかかわらず、ずっと法律が改正されず、えー いくらその裁判をですね、あの提訴しても、まあ、特別なその裁判所っていうものが、療養所の中に設けられて、裁判が行われていたというような状況が、もう本当にずっと続いてました。うん、で、まあ、最高裁判所がですね、まあ、何度か判断して、えー、実際にこう、視察に行くわけですね、療養所に。 で、その時の、こう、まあ、報告であるとか、そういったもので認めてくるわけなんですけど、まあ、それが一回や二回じゃなくて、やはりもうね、すごくこう、なんていうのかな、こう、まあ、まあ、入居者の方々のね、こう、信念で、なんとかこう、今のね、こう、自由が勝ち取れたという感じで、 まあ本当にそこで頑張ってなかったら今ね入,入所者の方も本当にこう、えー、自由がなかったのかなと思います。うんまあねただちょっとあのー、うーん喫煙ね例えば <laughs> まあちょっとね喫煙とかねまあちょっといろいろちょっと自由的にちょっとやりすぎなのかなって部分はあるんですけど例えばまあその 療養施設の中に入っている病院の中で病室全域で喫煙してたりとか <laughs>、それはちょっとどうかなと思うんですけどね。うん、まあでも、まあそうは言っても、まあ、自由がだいぶ制限されてきたんで、まあそこは多めに見るべきなのかなとか、うん、まあちょっといろいろ思うところはあります。はい。 で、まああのーまあ、全国のね療養所に、まあ、そういった、あのーまあ、資料館的なものですね、えー、ありますんで、カ、う、ズ、ん、<laughs> 先生、そうですよね、うん、私もそう思います。うん、だってもう、何年間自由をね、奪われてきたんだよって話で、もうかなりな高齢ですから。はい、うん うんまあ、あの各地の,その,です、ねまあ、あのハンセン病の療養所にはそういった資料館が併設されているのもありますし、まあ、あの先ほど私ので絵でお伝えしました、えー、国立ハンセン病資料館なんかはすごく分かりやすいですからあのぜひです、ねまあ、東京に来られた時とか、まあ、東京って言ってもちょっと東京じゃない。 んなんていうときと怒られますけど、まあ、東京です。えー、えー、とですね、まあ、あの、東京からですね、えー、都心からですね、えー、西武線という電車に乗りまして、えー、東村山かですね、秋津という駅で降りていただきます。えっ、ー、と、そうするとですね、そこから、えー、バスが出ておりまして、 えー、乗っていく場所なんですけれども、うんあの、東京と思えないぐらいいい場所ですよ。はい、あ、ちゃちゃさん、そうですね。車なら新青梅街道ですね。うん、であの、本当にね、あのどこの療養場もそうですけども、敷地がすごく広いんで、あのー、本当に Google Earth とかで見てみると、うわーっと思いますよ、広くて。うんあのー、特にその国立療養場、多摩全焼。 なんていうのはあのー、周りもみんな家で住宅地になっちゃってますからガーッと。でそこだけこう緑豊かな森になってますんであ森っていうかまあ森に見えるんですけどまあ実際には森じゃないんですけどねただ自然豊かですようんすごく。うん、なんであこんなに広いところなんだとかまあいろいろちょっと感じていただいたりとかまあいい意味で自然も残ってますんでね、うん、あとまあこうまあ 鳥さんがいっぱいこういたりとかね、えー、なかなかいいですよ、この時期、鳥のさえずりがね、聞こえたりとかしてですね。うん。あのー、いいところなんで、まあ、それと一緒にこう、資料館とかね、見に行っていただけたらと思います。本当にこう、もう、そういうものを見ていただいて、あのー、まあ、ね、いろいろこう、ね、語り継いでいただければ、まあ、こういうことはね、もう起きないのかなと思います。 当時の判断としては本当にしょうがなかったのかなと思うけども、結局その、えー、時代に合わせて変えてこれなかった。これが一番ね、間違いなんですよね。うん。だからまあ、あのー、ね、まあやっぱりいろいろな意味でこう予防とか治療とか感染症に関して非常にこう同じことを繰り返してほしくないなっていうのがまあ私の思いではあるんですよね。うーん。 あのー、あワクチンなんかもそうなんですけれども、あの防げる感染症は防いでいこう、えー、治せる感染症は治してこう、まあね、そういうふうにすごくやっぱり私なんかは思っちゃうわけですよね。うんはい、だから、あのー、まあ、そういうまあ感染症とかに関してですね、やっぱり私もいろいろこう、まあ、 すごく勉強してるとは言いませんよただ、あの、いろいろなこう方面で多角的に私も見てますし、あとその、まあ、あのー、私も社会科学的な経済学の方なんかもきっちりちょっと勉強ね、最初の大学でしてきましたから、あのー、そういう、あ、カズ先生、マークアップありがとうございます。はい。うん、まあ、そういう角度から見ても、あのー、 やっぱりこのね、えー、反戦症のことについては、ちょっと角度を変えてみると、非常にその政治的な思惑がプンプン見え隠れするんですよね。うん。なんで、まああのー、まあ私なりにこういろいろね、うーん。うん あ、渡辺さんおっしゃる通りです。ハンセン病政策にしろね。精神科病,病院にしろね。日本は取り、そうです。取り、うん、取り残されてますよ。現在も。うん、非常にその、理解がない、うん。おそらく世界中の先進国の中で理解が非常に低い、うん。ハンセン病にしても、その精神科領域の病気にしろ、もうとにかく、 あのー、最近はかなり抜けてきましたよ、あのー。個性ってものを大事にするようになってはきましたけれども、うんあ,まあ、ある意味ではすごく先進的なですね、精神科はね。まあ、最近はね。はい。滝さんはちゃんと病院行かないとですよ。はい。うん、あのー、いろいろね、やはりそこは。 うーん私もちょっと思うところはありますね。まあちょっと1時間で今日は語れなかったかなってぐらいなんですけど。<laughs> うーんまあ、あのね、そう人殺しして不起訴とか無罪勝ち取る1年半で出られるですからね。まあね。うんまあちょっとね、放送会は最近おかしいなうん。私はそれ感じますよ。 うーんあのー、なんかねうーん、なんだろう、人権派弁護士って言われる方々、まあ、こんなこと言われたら私怒られちゃうかもしれないですけど、人権派弁護士って言われる方々、やっぱおかしいですよ。うん、やってることが。静岡でおかしい判決、確かに出ましたね。えー そうですねはいカズ先生おっしゃる通りで本当その砦りが精神鑑定なんですよね、うん、確かに、うん、いやもう本当ね。ね、うん。あなんかねもうこう日本がいろんな意味でね先進国になってでもこうあ滝さんそうしてください、うん、あのもう躊躇しなくていいですからね うん、はいはいそあそうですかあ小麦さんこんばんははいそうですねあのー、ハンセン病はやっぱり私すごく思い入れあるんですよ、うん、きっかけはねまあ草津温泉とその昔お付き合いしてた方ってのをまあそこが勤務だったんでねっていうのはあるんですけれどまああのー、やっぱり私にとっては非常にこうあのー 語りたいというかね、うーん、これも絶対風化させちゃいけないなと思うことの出来事ですね。はい、そうですね、経済だけ先進国、わ、うん、かるな、うん、人権派という名の介護者潰し、うん、それも分かります、うん、国、うん。 あそうですか。か先生、ありがとうございます。なんか、そんな聞けてよかったなんておっしゃっていただければ。うんあのーうん、私ね、本当にね、あのーうーん、いろいろね、本当、この、ハンセン病のことを調べていって、 知ったことが実はもう他にも医学的な部分もいっぱいありますしこうあのいわゆる当時のあれですよねあの社会背景整形的なことですよね、まあ、こういうのも見ててああこれがもう完全にもういわゆるぶつかり合ってたんだなっていうのがよく分かっててまあその狭間の中で こうまあ患,まあ、患者の方とかがもうこう人権を無視されてたようなことがあったっていうもうこうあるまじきことなんですよね。だからもうすごくこうなんていうのかなかといっても過去のことですからもう先を見ていかなきゃいけないじゃないですか。うーん そうもう過去のことはもうきちんとわびるものはわびる。でもこれからどうしていくかってことを考えなきゃいけないんで、でやっぱり一番してはならないのは同じことを繰り返さないようにするにはどうしたらいいかってことを考えなければいけないですしまあ、そういうところですよね、うんまあ、あの多分ね。 時間が足りなくなるなと思ったんで、明日にも枠を作りましたんで、えっ、ー、と、明日はですね、まあ、あのー、今後どういうふうにしていくかっていう、えー、今後の取り組みについてですね、えー、ハンセン病に関して、えー、お話の方をさせていただけたらと思います。はい、えー、あと5分を切ってまいりましたので、はい。うん まあハンセン病に関しては教科書でもほとんど取り上げてないですからね。うんはい。あっ、カズ先生ありがとうございます。はい。拍手ありがとうございます。はい。すいません。なんかもう本当えー、うん。そうですね。隠したいぐらいの歴史なのかもしれないですけど、私は隠したくないな。 うん、P, P さんあ、勉強になりましたかあそう言っていただけると大変ありがとうございます。はい。えー、あのー、本当ね、はい。あ、ありがとうございます。P さん、すいません。ありがとうございます。本当えー、あのー、本当にね、こう、なんていうのかな。 いろいろ私の中で込み上げるものが、ね、たくさんあって、ちょっと語り尽くせないところはあるんですけれども、あのー、うん、もうねなな、なんて言ったらいいのかなうん。やっぱりね、うんま,まあ、渡部さんそうですけど、でも、私は隠しませんよ。うん どん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 出してきますよ。うん。なんとなくこう、厚かかりそうですけど。あ、でも今の政権はそんなの隠さないですよ。多分大丈夫ですよ。はい。うん。そうですね。あ、小麦さんありがとうございます。そんな風に教えていただけると。はい。えー、もう、私もね、こう、いろいろこう、思うとこがありまして。 はい。あの、ちょっとこれをお題にさせていただきました。はい。えっ、ー、と、予告になりますが、すいません。土曜日、えっ、ー、と、えー、風神症候群の、えー、特別版をやりたいと思っております。はい。で、えっ、ー、と、一応、ゲストの方が1名だけ決まっております。え、当日お楽しみください。<laughs> お楽しみにしてくださいという感じですね。はい。えっ、ー、と、 おあのー、ああ、そうですね。まあ、うん、うん、なんだろう。もうなんか今頭がごっちゃごちゃになってる。<laughs> うん。ああ、カズ先生のとこもあるんですね。はい。あ、渡辺さん、ありますよ。あります、あります。結構あります。 はい。あ、小麦さん、あ、土曜日楽しみにしててください。はい、うん。じゃあ、えっ、ー、と、すいません。えっ、ー、と、本日はですね、えー、お時間になりますので、この辺で、えーえー、終わりにさせていただきたいと思います。えー、本日もですね、ご視聴いただきまして、大変ありがとうございました。あ、カずさん、すいません。お茶パックありがとうございます。すいません。いつもなんか、たくさんお茶いただいてありがとうございます。はーい。えっ、ー、と、はい。 ではですね、た、え、き、ー、さんはあの自分の体を一番ご自愛してくださいね。はい、P さんありがとうございます。お疲れ様でした。はい、すいません、ではえまた明日。えー、頑張って、えー、お時間に間に合うように配信したいと思います。はい、それではすいません。失礼いたします。あ、はい、お疲れ様です。ありがとうございます、渡部さん。 はい、すいません。では、えー、あはい、ありがとうございます。あ、小森さんも、はい、ありがとうございます。そして、ね、ネオマラ姿、はい、<laughs> ありがとうございます。はい、すいません。では、失礼しまーす。